こちら中整骨院さんに来てますというのも全然なんかわけわからずに連れてこられてるんですよ、この人に。早く登場してくださいよ。おなじみになりましたよ。もうおなじみでいいですか。もうおなじみなんです。はい、猫さんです。違う、どういうことですか。違う、カズプロが肘痛いんでしょ。もうでも半年ぐらい痛いです。半年ぐらい。で、俺も怪我したんですよ。あ、背中ね。あ、この前、うちの撮影の撮影。そうそうそう、あの日痛くて、はい、本当はあの映像を見てもらえると分かんないけど気ができないぐらいだ。でもあれって嘘でしょ。嘘でしょ。嘘じゃない。あ、本当ですか。マジだから。あ、そうで、でも、はい、あんだけいいプレッシャーなんですけど、はい、でね、痛くて、で、この中さんっていうのは、はい、安頃のメンバーシップがあって整骨院やってらっしゃって、はいはいはい、2回通ったら、で、肘が痛いんでしょ。はい、だから、めちゃくちゃ痛いです。俺はカズプロの肘を直したくて、連れてきた。本当にね、行き先も告げられずに、何時にここに来いと言って車に乗せられ、今ここに到着してる1時間、俺はどこに行くのか分からず車に乗せて、トイレも行かせてもらえずに。そうそうそう。まあ、まあ、でもありがたいです。俺、あんまりやっぱ病院とかって、怖いのもあって、なんか逆に悪くなっちゃうとか、あんまりかかったことがないんですよ。だから、それをこうね、こう、どうしてこうから体のこうメンテナンスしていかなきゃいけないなとかも、だからあんまりかかりにいけないというか、こう、なんか、口コミ見ただけでいけないから、こういう紹介はありがたいんですよ。で、ましてや、実は中先生、あの、ね、安村のメンバーシップの方で、あの、僕、面識もあるんで、なんか来たいなと思ってます。気心知ってますかね。多分直してると思います。いや、中先生は本当に不愛想ですよ。いや、じゃあシャイなんだ。そういうこと。シャイなんだ。俺全然喋ってくんないですよ。あと、めちゃくちゃシャイなんだ。さっきね、中先生の下げてみましょう。そうですね。めちゃくちゃイケメンです。行きますか。じゃあ、いや、行かないです。まだ行かないんですか。行かないです。オープニングで今日一話取るんで。ということでね、まあゴルフやってる方は、見てる方はどっかしら絶対痛いと思う。どっか故障を抱えたりとかすると思うんで、僕も23年ぐらいゴルフしてて、こんな痛みを伴ってるのは初めてなんで、それがどうなったのか楽しみ。忖度なしで。どこが痛いの。肘っす。上っす。上、ここが痛いの。上のところ。振るとき痛い。あ、もう痛いっす。日常は鍵開けるの。マジで。だから右手だけで物取るのも痛いんで。じゃあ分かりやすいね。少しでも柔らかい。そういうことです。なるほど。で、これ医療系って僕がすごいいいよって言って、本当に困ってる方が言って治んなかったら、中先生でも迷惑かかるし、その、もちろん良かったら良かったらいいんですけど、なんで、忖度なしで本当の感想を言わせてもらうんですけど、いいですかね。いいです、いいです。だけど俺の背中は治ったの事実だね。猫さん、臭いんだもん。はい、ということで行ってみましょう。はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。それじゃあ院内っていうんですか、うん、院内に潜入したということで、うん、先生を呼びましょう。中先生、どうぞ。ちょっとね、緊張してますね。先生ね、よろしくお願いします。え、聞いてますか、俺の症状。とりあえずでも大まかに、もう本当に肘が悪いってことで、肘が悪いって言って、どの辺が痛いのかとかも聞いて。ああ、そうですね、そうだ、それも含めて、はいはい、で、中でこちらは、はい、そういう病院そういう病院とそういう病院ですね。まあ、整骨院なので、はい、まあ、基本は怪我を対象に、なるほど、はい、保険を使って治療をさせてもらうですけど、じゃあ、お願いしていいですか。早速、はい、やります、はいはい、お願いします。お願いします。
いや痛くないですよ。これもいけますよ、これ。ちょっとなんか立ってやってみて、起き上がって。あ、本当に？多分カバンもつかないんで。じゃあカバン持つだけで痛いって言ってたし。だから伸ばすだけ痛かったんだよ。痛くないの？全然痛くない。てか違う、軽いですよ。だからすっ、やっぱ立ちくらみやべえ。すっ、こう。血流がよく。早い。痛くない。ちょっと痛みある。あ、痛くは全くないです。痛みなくなっちゃった。全くないです。今。嘘でしょ。本当。いいんだよ別にマジで。いやマジで俺は、うん、本当嘘つこ、嘘つかない。痛くないの。皆さん責任はね。ちょっと一回肩と合わせて。今日は肘直しにしてない。え、な、取れましたよ。本当に大丈夫これ。逆に事故ってない。本当すごいここ立ちくらみするんですけど。いやなんで血流がやっぱり。急に血流が良くなった、ね。あ、そういうこと。そう、固まってたから。すっげえクラクラするんですけど。今。はい。治ったな。治った。すっごい今血色が。全然違うよ。朝の表情と顔が。いやマジこれ動画になってるから分からん。そのさっぱり感が全然違うよ。あ、本当ですか。うん。あ、めっちゃ楽だわ。え、これ俺いけるな。ちょっと振ってみて、うん、いけるな。大丈夫そう。大丈夫そうっすね。いけそうっす。じゃあ少しは痛み取れた。あ、全然今の状態では痛くない。だからあと打ってどうかっす。そうで、打っちゃうとやっぱりまたね衝撃が来るから少し休みたいけどね。まあ本当だから、そのプロの方もテーピングしたりするじゃないですか。はい、テーピングダメなんですか。まずテーピングは肘を大体、まあ、90度ぐらい。肘を90度。皆さんこれ大事です。そうですね。あの彼女を作ってください。彼女を。ゴルフチャンネルじゃなくなってくる。いや、たまにはいいんじゃないですか、こういう企画も。そうですね。ね。これでちょっと試してみて、はい、後日また感想をね。そうだね。今日のところは今の段階ではものすごい体が軽いです。肘だけじゃなくて。痛みは？あの痛みとかじゃないんですよ、猫さんの。そういう次元じゃないから、話が。何なの？なんかね、こう、本当に、スッって感じ。スッて感じ抜けてる。俺だから、やっぱ、力が入っちゃう。体質ですよね。そうですね、やっぱ気遣いなんで、やっぱいつもこう、力が入ってる。ギューってなっちゃうんだ。いつも、それが、でも通常だと思ってたんで、うん、今もストンって感じ、こう、なんか。脱力できてんね。なんか溶けちゃいそう、地面に。スイングにもいいっすよね。あ、そうですね。でも逆に力入れてるんだから変なこと言っちゃいそうです。あ、なるほどね。っていうぐらいダーンって感じ。ダーンって、やっと初めてリラックスということを覚えた人間に。へぇー。感想は。よ、素晴らしいわ。概要欄に、うん、コンテストをします。なんかありますか、先生。全然なんかありますか、なんか先生。いや、もう十分じゃないの、もう。十分、まあ、いろいろと。ね、ちょうどいいね。そう、時間何時までってですか。時間は、朝が8時半から12時まで、で午後が3時から8時。あ、じゃあゴルフ帰り寄れる。すげえ仕事してる。すごい仕事してる。まあでも日曜祝日と木曜日がお休み。あ、じゃあその時にゴルフに行ってるってことですね。あ、そうそう、ぜひよろしくお願いします。じゃあ猫さん、いや、私はもう十分宣伝しました。ありがとうございます。じゃあ、終わりにしましょう。ありがとうございます。なら、バイバイ。めっちゃいいっすね。